こんにちは。今回は四角モチーフを紹介します。このモチーフは長々編みのパプコーン編みがふっくらとかわいい四角モチーフです。編み方を編み図で説明します。1段目は中長編みを編みます。鎖編み5目の輪の作り目に立ち上がりの鎖編み2目を編んで、輪の中に中長編みを12目編みます。最後は最初の中長編みに引き抜き編みをして1段目が終わります。1段目は黄色い糸で中長編みを編みます。今回は並太のアクリル糸を使い、7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編みからです。鎖編みはここから5目編みます。1、2、3、4、5。5目の鎖編みを編み、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。最初の鎖の目に針を入れ、糸をかけて引き抜きます。これで鎖編み5目の輪の作り目ができました。糸端をしっかり引いて、この糸を編み込みながら行きます。1段目の最初の中長編みの立ち上がりの鎖編み2目を編みます。鎖編み2目を編んで、次は輪の中に中長編みを12目編みます。中長編みは針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。糸をかけて次にすべての糸を一度に引き抜いて中長編みを編みました。この中長編みを全部で12目編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけてすべての糸を一度に引き抜いて中長編みを編みました。輪の中に全部で12目の中長編みを編みます。ここまで12目の中長編みを編みます。中長編みが全部で12目編めました。最初の立ち上がりの鎖編み2目は中長編みの目数には入れませんから、最初に編んだ中長編みの頭はここです。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12目の中長編みが編めました。最後は引き抜き編みをします。立ち上がりの鎖編み2目のその次にある最初の中長編みの頭です。ここが最初の中長編みの頭です。鎖編み2目で立ち上がったその次にある中長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き抜きます。これで1段目ができました。1段目は黄色い糸を使いましたが、2段目は白い糸に取り替えますので、ここでもう一度鎖の目を1目編んで糸を絞って、この糸はここで切ります。これで1段目の中長編み12目ができました。次は2段目の編み方を説明します。1段目の最後で引き抜いたところから2段目は長々編み5目のパプコーン編みを編みます。長々編みを中長編みの頭に編みます。最初は長長編みの立ち上がりの鎖編み4目を編んで、次に同じところに長長編みをあと4回編みます。これを一つにまとめて長長編み5目のパプコ編みとします。鎖編み3目を編んで、次の中長編みに長長編みのパプコーン編みを編み、ここは角になりますから
次の鎖編みは5目編みます。次は3目、次は3目、そして角になるところは5目の鎖編みを編んで、パプコーン編みを全部で12個編みます。最後のパプコーン編みを編んだら、鎖編み3目を編んで、最初のパプコーン編みの頭に引き抜き、次に鎖編み3目のところに引き抜いて、この位置に移動して2段目が終わります。次はこのパプコーン編みを編みます。1段目の黄色のところに白の糸でパプコーン編みを編みます。パプコーン編みを編むときは、今引き抜いた中長編みの頭のところに次の糸をつけます。糸をかけて、この糸を編み込みながら行きますので、糸をかけて引き出したら、ここから長々編みの立ち上がりの鎖編みを4目編みます。1、2、3、4。鎖編み4目を編んで、この鎖編み4目を長々編み1目とします。同じ中長編みのところに長々編みを4回編みます。糸端を編み込みながら、長々編みは針に2回糸を巻きます。針に2回糸を巻いて、指で押さえて、同じところに針を入れ、糸をかけて引き出します。針には4本の糸がかかっています。次に糸をかけて、2本の糸だけを引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜き、そしてもう一度糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長々編みができました。あと3回長々編みを編みます。針に2回糸を巻いて、同じところに針を入れ、糸をかけて引き出し、2本を引き抜き、2本を引き抜き、3回2本の糸を引き抜いて、長々編みを編みました。同じところにあと2回長々編みを編みます。もう1回同じところに長々編みです。これで鎖編み4目が長々編み1目となりますから、長々編みが1、2、3、4、5目編めたことになります。パプコーン編みは、針を一旦抜いて、最初の長々編みのところに引き抜きます。段の最初は鎖編み4目ですから、鎖編み4目の4個目のところです。鎖編みの一番上の4個目のところに針を入れます。ここです。ここに針を入れて、針を元の目に戻します。そしてこの目を引き抜きます。引き抜いて、鎖編み1目を編んで、これでパプコーン編みが完成しました。次は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、次も長々編み5目のパプコーン編みを編みます。次に編むのは1段目の中長編みの次の目です。今編んだ中長編みのその隣にある、ここが中長編みの頭です。ここに長々編み5目のパプコーン編みを編みます。針を目に戻してから、次に長々編みですから、針に2回糸をかけて、中長編みの次の中長編みの頭に針を入れ、糸端を編み込みながら、長々編みを編みます。長々編み1目。同じところに全部で5目の長々編みを編みます。同じところに長々編みを5目編みます。
に、三、四、中長編みのところに長長編みを5目編み入れます。5目の長長編みができました。針を編み目から抜いて、最初の長長編みの頭に引き抜きます。最初の長長編みの頭はここです。ここに針を入れて、編み目に針を戻して、この目を引き抜いて、鎖編み1目を編んで、これで長長編み5目のパプコーン編みが完成です。ここは鎖編み3目でしたが、次は角になりますから、ここでは鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、次の中長編みの次の目です。同じように、長長編み5目のパプコーン編みを編みます。ここです。鎖の目に針を入れて、隣の中長編みの頭です。ここが中長編みの頭ですから、すぐ隣にある、今編んだすぐ隣の中長編みの頭に長長編みを5目編みます。同じところに全部で5目の長長編みを編みます。もう一回長長編みを同じところに編み入れて、最初の長長編みの頭です。ここが最初の長長編みの頭ですから、ここに針を入れて、針を目に戻して、引き抜いて鎖編み1目を編んで、パプコーン編みができました。そしてここは鎖編み3目。ここが角の鎖編み5目でしたから、次は3目の鎖編みを編みます。ここが角になります。編み図で見ますと、今パプコーン編みを3回編みました。最初は鎖編み3目。その次は角の鎖編み5目。そして3個目のところは、この3個目のところは鎖編み3目です。次も鎖編み3目を編んで、1、2、3、4、5個目を編んだ後は、角の鎖編み5目です。これを繰り返します。長長編み5目のパプコーン編みを全部で12個作りました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12個作り、最後は鎖編み3目を編みました。次は引き抜き編みをします。最初のパプコーン編みは鎖編みを立ち上がりの4目編み。その次の目が最初のパプコーン編みの頭です。少しわかりにくいですが、1、2、3、4個目のその次です。ここが最初のパプコーン編みの頭です。最初のパプコーン編みの頭のところに引き抜き編みをして、これで2段目ができました。次に隣の鎖編み3目のところにもう一度引き抜き編みをしておきます。次はここから編み始めますが、次は水色の糸に糸を変えますので、糸を変えるときは引き抜き編みをしたところにもう一度引き抜いて、ここで糸を切ります。同じ
糸で編むときは、隣の鎖編みのところに引き抜き編みをして、次の段に移りますが、今回は糸を変えますから、ここで引き抜いて糸を切ります。少しふわふわしていますが、次に長編みを編むと平らになりますから、次の3段目の編み方を編み図で説明します。パプコーン編みを編んで、次はこの水色の糸で長編みを編みます。パプコーン編みを編み、最後に最初のパプコーン編みの頭で今回は引き抜いてあります。この引き抜き編みは同じ糸で編むときはここで引き抜きません。今回はここでまた糸を変えます。糸を変えて、鎖編み3目のところから長編みを編みますから、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、次は鎖編み3目のところに長編み2目、そして次の鎖編み5目は角になりますから、長編み3目、鎖編み3目を編む。同じところに長編み3目を編んで角を作ります。次の鎖編み3目のところには、長編みを3目ずつ編み、次の鎖編み5目は角の編み方で編みます。これを繰り返して、最後は最初の鎖編み3目のところで引き抜き編みをして3段目が終わります。次は3段目です。3段目はこちらの水色の糸で編みます。3段目を編むときに、鎖編みを1目編んでおきます。ここはこの鎖編み3目のところから編み始めますので、鎖編み1目を編んで、この鎖の目をこちらに引いて、2段目の糸もすべて編み込みながら引き抜きます。ここから3段目を編みます。3段目は長編みですから、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、同じところに長編みを2回編みます。1、2、鎖編み3目と長編み2目を編みました。次は隣の鎖編み5目のところです。この鎖編み5目は角になりますから、長編み3目、鎖編み3目、長編み3目を編みます。鎖編み5目のところに編み込みながら、長編みを3目編みます。1、2、3。長編み3目を編み、角の鎖編み3目を編んで、同じところに長編み3目を編みます。1、2、3。これが角の形です。鎖編み5目のところに長編み3目、鎖編み3目、長編み3目を編みました。次は、もうこのぐらいで糸端は編み込まなくても大丈夫ですから、次の鎖編み3目のところ、次の鎖編み3目のところには、それぞれ長編みを3目編みます。鎖編み3目のところに、長編み3目を編みます。次の鎖編み3目にも、長編みを3目編みます。これで四角い形ができていきます。次は鎖編み5目です。鎖編み5目はここと同じ編み方です。長編み3目を編んで、次は角の鎖編み3目を編み、同じところに長編み3目を編みます。
これで角が2つできました。同じように編んでいきます。次の鎖編み3目、次の鎖編み3目には長編みを3目ずつ編み入れます。長編み3目を編み、次の鎖編み3目にも長編みを3目です。そしてここは角ですから、長編み3目を編み、鎖編み3目を編んで、同じところに長編み3目です。これで3個の角ができました。次の鎖編み3目、鎖編み3目は長編みを3目ずつです。次も長編み3目を編んで、次の鎖編み5目のところには角の編み方で長編み3目を編み、鎖編み3目を編んで、同じところに長編み3目です。そして次の鎖編み3目は長編み3目を編みます。ここが最後のところです。最初の鎖編み3目を編んだ一番上の鎖編み3目のところに、ここに引き抜き編みをして、これで3段目ができました。これで3段目が完成です。こちらのモチーフは次は白の糸で編みましたが、こちらは同じ糸で編んでみます。白に取り替えるときは、またここから糸を引き出して白の糸に取り替えてください。今回はここから次の4段目を編みます。次の4段目の編み方を編み図で説明します。1、2、3段目の最後で最初に編んだ鎖編み3目に引き抜きました。4段目は糸を変えるときは、ここで糸を引き抜いて、またここから鎖編みの上から新しい糸を足して編んでください。今回は同じ糸で編みますから、引き抜いたところから鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、次は3目の長編みを編み、次の3目の長編みを編んだ間のところに長編み3目を編み、角の鎖編み3目のところはここと同じで、長編み3目、鎖編み3目、長編み3目です。そして次は3目、3目、3目と長編みを編んだ間に長編みを3目ずつ編んで、また角は同じ編み方をします。これを繰り返して、最後は最初に鎖編み3目を編んでいますから、これを長編み1目としますから、間に長編み2目を編み入れたら、最初の鎖編み3目に引き抜き編みをして完成します。次はここから4段目です。4段目は立ち上がりの鎖編み3目を編みます。この鎖編み3目はこの間に入れる長編み3目のうちの1目とします。次は長編み3目、長編み3目を編んだ間のところに長編み3目を編みます。長編み3目を編み、次は角の鎖編み3目のところに同じように長編みを3目ずつ編みます。鎖編み3目のところに長編み3目です。鎖編み3目を編んで、
同じ鎖編み3目の同じところに長編みを3目編みます。これで角ができました。次からは長編み3目、長編み3目の間のここです。ここに長編み3目を編みます。長編み3目。次の間にも長編み3目です。次の長編み3目と長編み3目の間にも長編みを3目編み。次は角の鎖編み3目のところに角の編み方で長編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、次の長編みも同じところに長編み3目を編みます。これで角ができました。次からは長編み3目と長編み3目の間に長編みを3目ずつ編み入れていきます。これが4段目の編み方です。この編み方を繰り返してここまで編みます。ここは最初の鎖編み3目を編んでいますから長編みは2目だけ編み入れていきます。4段目を編んできて、ここが最後のところです。最後の長編みは、最初に鎖編み3目を編んだ、この鎖編み3目を長編み1目としますから、ここに編み込む長編みは2目だけ編み込みます。長編み2目を編んで、最初の鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。これでモチーフが完成ですが、引き抜き編みを今ここでしました。この後はきれいにするにはとじ針で糸始末をします。今引き抜いたところからもう一回とじ針で糸始末をします。ここは鎖編みですからしっかりと引き抜いておきました。次は、ここからとじ針で糸始末をします。その時に糸始末をするのは、次の目ではなく、その次の目です。今引き抜いたこの目の次の目ではない、その次の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出します。そして、今、引き出した同じ目に戻すと、これでしっかりときれいに糸始末ができました。あとは後ろの目立たないところを通してください。あまり強く引きすぎないようにして、とじ針で通します。糸を引き締めて、最後は残っている糸をきれいに切って、ここは巻き込んであります。そしてこの糸もきれいに切って、きれいにしてください。形を整えてあげてください。長々編み5目のパープコーン編みで編む四角モチーフができました。こちらのモチーフは
周りを白い糸で編みましたが、こちらは同じ糸で長編みを2段続けて編みました。どちらでもとても可愛い形になりますので編んでみてください。長々編みのパッコン編みで編む可愛い四角モチーフを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。